えるように、まあ、前回のちょっと悔しい気持ちっていうのを、うん、晴らせるように頑張ります。1対1戦いしたいっす。いやー、いや勝ちたいっす。やったね。やったね。やったね。始めていきましょう。ベイコン3、ワンテンスリー、うちの大地がやる、大地がやる、それだけ。うちの大地が大地がやる。あれおかしいな。サボシティクラッシュ、さあさあ、このインサイド守れるか、ね、さあ、ここにボールが入った。さあ、インサイドだ。シリアスな戦いだ。レギュラーチームがかかってる。トッピは取られてシートに。ゴール6点リーダーチームエース。ここで取っていけるか。ゴールこの前で落ちてしまった。さあ、この1点差やれるか。やっぱりブラックトップの選手もやっぱりファンダメンタル強いし、まあ、代々木もやっぱうまいですし1対1、まあ、フェイクもやっぱりシュート入るし、やっぱり、うん、こう強い相手の中でこうやって勝てたのは、うん、すごい自信にはなるかなっていうふうに思います。他のチームと比べるとやっぱり見せるっていうことはまあ
なかなか難しいかなとは思うので、まあ、でもたまにはそういうバスケットがうまいじゃないけど個人技だけじゃないチームで勝つっていうチームがあってもいいんじゃないかなって思うんで、それが S だぞっていうのを見せれたらなというふうに思います。そうですね、やっぱフェイクとは長い付き合いで、そのフェイクに勝ったっていうのが、まあ、嬉しいけど、まあ、なんかちょっとフェイクの分も頑張んなきゃなっていう気持ちがすごい大きいんで、まあ、フェイクの分も頑張って1位取っていきたいなというふうに思います。